はじめましての方も、やめまして以上の方も、おつまわり、かしまわりでございます。今日ですけれども、久しぶりの動画を上げるということで、皆様にはご報告という形を取らせていただければと思っております。結果から申し上げますと、かしまわりチャンネルをリブランディングいたします。イエイ。はい、と言いますものも、ちょっと、なんですかね、動画を上げる機会がなくなってしまったっていうところと、忙しいっていうのもあったんですけど、その発信の方向性を少し、迷っていた、考えていたっていうところですね。本当に自分が何を発信したいのかとか、これから何を発信していかなきゃいけないのかとか、なんかいろいろこう考えていた時に、鹿島アントラーズの話題だけやっていくのでは限界があるというか、そうですね、自分自身が好きでやってたことですけど、ちょっと限界が見えてきてるというか、なんか自分の中でちょっとこうそれだけだと面白みが欠けてしまうなというか、そういうところがありました。だったので、ちょっとリブランディングしていきたいなと思っております。でもうすでに、やっていこうと思っている内容に関しましてはもう思いついています。で、それっていうのはもう、鹿島アントラーズは鹿島アントラーズでやっていくんですけど、もちろんそれやっていくっていうことで、自分自身も好きなものっていうことで、発信していきますし、鹿島市のことも好きなので、発信をしていきます。で、今キーワードのように好きっていうところを挙げてきましたけど、これからはこのチャンネルをいろんなこう好きっていうものを発信していくチャンネルにしたいなというふうに思っています。それは僕だけじゃなくて、それこそいろんな方、今ね、KX で絡んでる菊池たちが面白いことを今好きなものとかやってもらってもいいと思うし、話してもらってもいいと思うし、一緒に仕事をしてるゆうなちゃんにもそういうことを話してもらってもいいと思うし、もう本当それぞれにいろんなこう好き好きっていうのがあって、その好きについてもうひたすら語ってもらう配信、ラジオみたいなものっていうのをなんかこう定期的に上げていけるチャンネルにしていきたいなと、そういうふうに、リブランディングしていこうかなというふうに思っています。それは大体今この段階でこれ以上多分話すことはないんで、理由とか知りたい人はここから先も聞いてもらえればなとは思うんですけど、そもそも、私自身が、なんで発信をしてきたのかっていうと、やっぱ自分の好きっていうのをこう発信したかったりとか、それを知ってもらえることによって他に好きな人とつながったりとか、新しく好きって言ってくれる人が増えたりとか、そういうことが起こるといいよねっていうことで発信を始めていたっていうところが非常に大きな部分だったというところがありますので、そこの初心のところに帰ったというような形ですね。理由、なんでかっていう、きっかけとかっていうところで言うと、いろんなね、YouTube も見ますし、ラジオも聞きますし、いろいろやるんですけど、その中で、つい先日ちょっととんでもない狂った番組を見ましてですね、狂ったって言うと怒られそうだけど、アンバッター専門のラジオをやってる声優さんがいたんですよ。で、なんか最初そんなニッチすぎるもん大丈夫なのっていう感じで恐る恐る見たんですけど、なんかその好きっていうものに対してすっごいこう狂ってるというか、もう本当にこうのめり込んでる人の話ってめっちゃ面白いなと思って、で多分このチャンネルを見始めてくれた人たちって、多分そういう気持ちで見始めてくれた人たちが多いと思うんですよ。で、よくよく考えてみると、その僕がやっていきたい仲間集めとか人集めとかそういうものって、よくよく考えてみると、そういう好きとか興味とかそういうものと何かこう共通点がある人たちとつながっていくっていうところが、やっぱどうしても重要だと、
いうところもあるので、すごくまあそういった意味では親和性が高いなというふうに思っています。で、これはまあ私事でもありますけど、毎週火曜日の午後7時からやっている鹿島アリの鹿島ライフしゃべくりタイム、あちらの方でも来週からですね、来週の火曜日のところから、〇〇が好きで何が悪いっていうコーナーを始めます。というところはって考えていただくと、大体リスナーの皆さんのところからするとピンと来られる方もいらっしゃると思いますけど、まあ、自分のラジオのところとこの YouTube チャンネルも連動していく、ような形が取れるかなというふうに思ってまして、なので、そこも含めてやっていければなというふうに思っております。こちらに関しましては、〇〇にが好きで何が悪いに関しましては、FM 鹿島のメッセージの方、フォームの方から、〇〇が好きで何が悪いのコーナーで、〇〇が好きで何が悪いから〇〇のところには自分の好きなものを入れていただいて、〇〇が好きで何が悪いって言って、その後好きな理由ブワーって書いていただくっていうような感じ、オタク特有な早口でもちろん構いませんので、ぜひぜひそちらの方をね、どんどん送っていただければなというふうに思っておりますので、そちらで少し、皆さんと一緒に好きを共有して、私もそれ好き、僕もそれ好きっていうので人が集まれるような感じにしていければなというふうに思っています。で、ただそのラジオ配信するっていうだけだと面白くもなんともないんで、そのラジオ配信していくのをこの道草でやらせていただいて、でその定期的にやっていくので、その時間にはその好きなことを喋ってる人がいるよっていうことになっていくわけなんで、同じように好きな人がその時間帯に遊びに来てもらって、その人と一緒に話してもいいし、もちろん顔出さずにね、向こう側で話してくれてもいいし、ただ話聞きに来るでもいいし、なんかそういうのとかをできるといいなというふうに思っている次第でございます。まずそのいろんな好きっていうのを集める、そういうチャンネルというか、そういう場所にこのチャンネル自体をしていこうかなというふうに思います。なんだかんだね、今残ってくれている人の中には、私の好きっていうのにこう影響されて好きになってくれている人とかもね、中にはいますし、やっぱなんかそういう輪っていうのをこう広げていくことで、こう、人と人のつながりっていうのを作っていくといいますか、そういう感じでちょっとこのチャンネルやっていきたいなというふうに思っているので、はい、別に鹿島アントラーズの発信をやめるとかでいうことではないです。自分自身が好きなので、それに関してはそれについて話していきますけど、もっと他に好きなものたくさんあるので、そちらについて僕自身も話していきますし、他にもいろんな演者さん出ていただいて話してもらうっていうような感じで、総合こうなんていうんですかね、鹿島アントラーズじゃねえや、鹿島市のサブカル的なラジオ発信チャンネルみたいな形になっていければ嬉しいなというふうに思っているというところです。はい、というわけで、本日そんな感じで、締めさせていただきますけれども、これからね、そういうふうにいろんな人たち話してくれると思いますんで、そちらの方も楽しみにしていただければと思いますし、ぜひあなたの好きっていうのも教えてほしいですし、こんなチャンネルが見たいよ、こんなラジオ聞きたいよっていう人も、ぜひそういったものっていうのも教えていただきたいですし、ここからまた少しずつ YouTube 動かしていければと思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回、次回の配信とかね、そういうのとかまたおいおいやっていきますので、よろしくお願いします。それではおつまわり。